買いました。はい、今日はですね、お昼に配信したんですけど、なんだっけ、侍ジャパンが、侍JP が、ちょっと変わってくるけど、侍 JP だったらちょっと変わって、侍ジャパンがコカンの実況で優勝したのを知りました。大丈夫？いや、それちょっとお昼の配信でも今起きたんですけど、コカンの配信で今優勝知りましたみたいな人がいて、なんかちょっとそれが結構引っかかってるんですけど、この私のこの早口で、すごいなんか早口あれなんですよ。今見てる、びっくりした、間違い、私のあれで知っちゃった方、なんかちょっとごめんって思ったもん。こんばんは、寝てた人がいて私の配信で知ったって。私は朝4時からメイクしてます。他のツイッターで買ったの知りました。それもね、だからなんかごめん、大丈夫、怒らないで。お仕事中の方もたくさんいたかな。そうだよね。ということでですね、朝から仕事でした。ということでですね、私にも届きました。ちゃんとね、住所のところ全部剥がしてるけど大丈夫。何の変哲もない。これ、皆さんの手にも届いたかもしれないんですけど、今日、佐川急便さんから、みんなも佐川急便さんですか？から届きました。たったらー、自分で頼んだ、初めて、私が人生で初めて頼んだ、一昨日来た、早い、初めて自分で頼んだ、自分がアイドルに頼んだアイドルなんですけど、アイドルに頼んだサイン会のものがですね、めっちゃ早い、超最近のなんですよ。だから開封をしていきたいと思います。イエーイ。ちょっと YouTube みたいにしてるよね。ちょっともう一回、皆さんこんにちは、 STU48、 ちょっと待って、これ血が散らかりすぎてやだ。皆さんこんにちは、皆さんこんにちは、 STU48 のカイコカーです。本日はドン リミスタ開封のギーンアイドルのアザージャケットサイン会、初めて買ってみたー。ドドンドドドドン、ちょっとなんかわかりましたはい、ということで本日はなんとですね、3月10、まあちょっと前に行われた STU48 の、 9枚目シングル息をする心の特別スペシャルリリベ、スペシャル特典イベント。はてなっていうのコース編集でつきますね。特サルスペシャルイベント。ポカン。みたいな、そういう、ありますけど、そういう効果音もついたとして、3月18日に行われた、STU48 の、スペシャル特別イベント。ポカン。がありましてですね、そこへ私なんと人生で初めてアイドルのサイン会に申し込んだんです。タタタタタタ、パン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 、プヒプヒプヒ、パチ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 、
はい、そしてですね、それがですね、このショールームの配信でですね、実際ショールームでこうサインを書かれながら、そこでコメント付きでね応募したんですけど、自分がコメントするんですけど、120文字で自分が推しに対してあの愛を伝える愛を伝える、120文字って短いですけども、愛をね、あのスペシャル特典イベント、愛を伝える、そのまあコメント付きで送ったんですけど、私も実際それに送りましてですね、なんと本日リミスタさんから届きました。はい、ということで今日はこれを開封していきたいと思います。あ、私はですね、あのカイココアっていう、カイココア茶っていうアイドル、あ、誰だろうとかちょっと盛り上がってるとこすいませんけど、アイドルってアイドルのカイココアちゃん、この中にも住所書いてるとかないよ、ここは全部剥がしてる、ね、あのカイココアちゃんという子に申し込みました。では早速開けていきたいと思います。あ、こういうのはですね、丁寧に開けるタイプの人間です。はい、ある、やばい、じゃあちょっと一瞬、あの住所なんてバレたったら大変なことなんで、あ、納品書です。あ、これですね、これは絶対に見せない。はっ、えっ、えっ、こんな感じなの、えっ、これです、じゃん、これです、じゃん、個人情報の抜きました、こんな感じ、ちょっとこっちが邪魔だから押さえる、顔で、こんな感じ、手が足りない、あ、こうしたらいいのか、じゃーん、え、これ段ボールに貼ったの、え、これだって包まれたりしてない、でもちゃんと袋に入ってる。はい、ということで、え、すげえ、え、こんな感じなの、すごいなんか段ボールで工作みたいだね。あ、でもこのままなんかあっても可愛いか、クラフトっぽくて超透明で見たら、近くで見たらこう段ボールで飾ってあるとなんかちゃっちゃく見えちゃうけど、遠くで見たらちょっとクラフトっぽくて良くないですか。え、すごい、届きました、え、やば、え、ちょ、ウケる、写真撮ろ、写真撮る、え、こんな感じなの、え、ウケる、なるほどね、このまま壁に貼るの、うん、どうやって、はい、ということで、あ、ちゃんと CD も届きました。あの、私ね、なんかねこれ A セット B セットがあって、まあカイコカーちゃんが乗ってるやつじゃない方を申し込んだんですよ。2個来たんですけど、2個とも私乗ってないんですけど、まあまあいいや、かわいい、みんなかわいい、だって他にも入ってないの、何も、おお、もうそこだわ、プチプチ、とりあえずプチプチする、やめた、いや、はい、はい、ということで、このあの額縁付きの、額縁じゃないけど段ボール付きの、はい、段ボール付きのカイコカーちゃんのアザージャケット、カイココア宛てに、これね、あのね、このカイココアちゃんにね、あの頼むのってですね、まずね、あのアイドルの子と同じ名前の名前だったらダメらしいんですよ。だから名前がカイってか、カイタクヤが申し込んだら、カイがアイドルと名前被ってるから弾かれるんですよ。ですよ。でもだから私もそれと同じ状況に陥って、カイココアちゃんに
カイココアが申し込んでるから、だから名前が一緒だから弾かれるんです。でも弾かれたら本名になるんですよ。でも本名もカイココアだから、どこまで行ってもカイココアなんですよね。でもまあそれで許されたということで、そう結構厳しいんですよ。まあニックネームに推しの名前が入っちゃうと、まあ、弾かれるって。はい、カイ拓也選手が買うことないかもしれないけど、選手とか言っちゃって、カイ拓也っていう人がもし申し込んだら、まあ、どこまで行ってもカイココアだから。はい、じゃあこれはタイプ A を申し込んだので、ないんです。私の写真はまあ載ってないんですけど、まあここにアザージャケット写真をのあの差し込んだら、もうそれはもうジャケ写ですから。どうしよう、実際差し込んでみようかな。どっちがどっちなんだろう。なんかウキウキするね。あ、これに生写真も入ってるの？通常版開けましょう。ん？お、通常版こっちじゃ。じゃあ誰が生写真で、楽しいね。楽しい。私こういう楽しみ今まで知らんかった。19年生きてきて、サインが来るわけじゃないだけじゃないんだ、生写真も入ってるの。こうやってみんなウキウキしながらちゃんとやってる、こう流れ作業みたいにやってないですよ、みちゃん。いくら多くても、開けていきたいと思います。誰が出るのか、知らない子が出るとかないから。マジ STU 大好きだから、 STU 押して6年だから、 STU もマジ発足した時から知ってるから、マジで。なんと開け方失敗しました。まあいいや、段ボールにくっついて、一番初期から知ってるから。はい、ということで開けていきたいと思います。いいですか、いきますよ。誰だろう、いい、せーの、じゃん、おきちゃん。ちょっと、かわいい、おきちゃん。待って、ちょっとおき、やばい、おきちゃんやばい。ちょっとおきちゃんに連絡してみよう、即。あ、連絡してみようとか言って、そんな、おきちゃん、おきちゃん引いた、ちょっとずるいやろ。やばー、出てきました。いや今度サインもらうわ、やばいやばい、嬉しい。明日は会えるかな、明日会えるかも。じゃあ、あきちゃんの生写真と、そしてこれに、これにこの額縁付きの、額縁付きの、じゃ今額縁しか撮れないから、じゃこうやって、はいはい、じゃあこれサムネね、サムネで、ここにあのスタンプでハテナつく。はい、ではこれを差し込んでいきたいと思います。自分だけの、自分だけの、いやー読まれたもんな、コメント読んでもらったもんな、120文字の愛伝わったもんな。
え、で、これでどこに入れたんだろう。え、どこに入れたいんだろう。これどこに入れたいんだろう。こうか。これを、え、本当に直筆だよな。自分で書いたんやけど、え、自分とかじゃないけど。じゃあちょっと入れていきますね。あ、すげえ。え、できました。じゃーん、すごすぎる。え、こんな感じか。すごすぎる。なるほど。だからもう、だからこちらがあの、え、通常版じゃないじゃん。開けたの、開けたの通常版か。これが通常版ですけれども、なんかもうソロのジャケット写真みたいになりますよね。え、これさ、なんかサインなしも欲しくない？まああるんですけど。じゃーん。あまり。これね、ずるい。いや、これはまあ、まあ私だけですけど。だから、まあ、サインなしはみんなも絶対もらえないじゃないですか。ちょっとこっちにも入れてみますか。じゃあ、そして生写真がねありますから。いや、通報案件じゃないわ。そう、特別。はい、ちょっといいですか、開けてみますね。誰が出る。逆にない方が、サインない方が。え、初回はないの生写真。あ、そういうこと。じゃあ自分だけ入れるわ。え、じゃあ沖ちゃんだけプロモーションを含みます。ここにずっと米印でプロモーションを含みますって。危なっ、壊すとこだった。え、なんか壊しそう。ん、どっちから開けんの。なんかね、これね、むずいよね、開けるの。え、どうやって開けるの。初回限定版って開けづらかったりする。ん、あ、開きました。はい、ということでこれにも差し込んでいきたいと思います。 YouTube って難しいね、こうやって入れていくんだ。おお、できました、できました。じゃーん、ドドン。はい、ということでこちらが、もし何にも書いてないですから、サインなしもいい、確かに、じゃん。ということでこちらがサインが届きまして、今日私しか持ってないオリジナル作品を作りました。そして通常版に同封されていた生写真はおきちゃん。ということで今日はこんな得るものがありました。じゃーん。はい、ということで、あのこちらの方はですね、あの皆さん、あのプレゼントはこちらに申し込んでください。ちゃん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 、視聴者プレゼント、あのどしどし待っておりますからね。はい、ということで以上
まあでもね、ちょっとじゃあここでちょっと感想を述べんとね、ちょっと待って、感想を述べんとね、ここでね、ちょっと待ってよ。シリアルナンバーある、やばい、もしかしたらこれで3月25日の幕張メッセの ST48 祭に弾けるかもしれない。3月26日の3月、ちょっと待って、もう一回、やばい、ここにあるシリアルナンバーでもしかしたら3月26日の ST48 祭幕張メッセである千葉であるライブに参加できるかもしれない。必ず行けますから。いや、もう締め切られてるの、やばい、嘘やろ、いやもうめっちゃすぐ落とすやん、マジですぐ落とすやん、みんな、26日の件はもう終わったの、マジで、あ、もうダメだこれ、いや、まあ収録日は分からんけんね、っていうこともあるじゃないですか。でも別にウキウキワクワクしてる女の子を別に映ってていいじゃないですか。いけるかもしれない。ドキドキ、はい、ということですね。はい、ということですね。切り替えて。本日は開封の儀をしてみたんですけど、私はですね、初めて、このアイドルのサイン会とかをこう、そのサイトに飛んで、アイドルが告知しているリンクからサイトに飛んで自分でまあ申し込みしてみたんですけど、まあ、実際にファンの人たちもいたったことなくて、あ、立場とかないですけど、実際ファンとしてそのアイドルにこうサインとか申し込んだことなくて、意外に簡単に申し込めちゃうじゃん、申し込めちゃって、だから届くのも楽しみだったし、実際このサインを書いてもらう配信でもすごいなんか自分がこう自分が書いたコメントとか120文字でコメントとか書いたのが、まあ、読まれたり、実際ここに数日後に佐川急便が送る、届けに来たりして、もうこの一連すごいなんかめっちゃ推し活してるなってすごい感じて、充実したこの待ってる、なんかこれが届くのを、まあ、ちょっと若干忘れてた時もあったんですけど、不在届が届いてて、これ何の不在届だと思いながら、まあ佐川急便に再配達お願いしたんですけど、まあ来てみたらリミスタってなんか見たことあるなと思ってて、まあね、こう実際手元に届いてみてすごい楽しかったので、一連の流れが楽しかったね。総じてすごい楽しいこのアザージャケット写真会になりました。いい思い出になりました。はい、まあ推しもねしっかり、まあ、配信で反応してくれたし、まあおきちゃんも名前出しに出てきたし、まあ悔いないですね、思い残すことはないです。また次回があったら、うん、申し込みたいなって思います。はい、ということで以上 ST48 カイココアちゃんのアナザースカイじゃなくて、なんだっけリミスタ、リミスタアザージャケットサイン会に申し込んでみたでした。ということで終わりました。はい、ということでじゃあ本日はこんな感じで、今日はこの後配信、ラジオのトークの配信、ラジオトークの配信もあるので、ここら辺でショールームを終わりたいと思います。はい、本当に開封の儀でした。以上、皆さん時間経過もね楽しんでくださったですか、みんな。みんなどう？
元気してる？みんなにも届いた？今来た、みんな。今来た。開封の儀届いた、みんなも。本当に、あ、高評価、あ、このチャンネルがいいなと思った方は高評価、そしてグッドボタン、そしてフォローもよろしくお願いします。ぜひまた見に来てくださーい。で、ここね、最後のおまけみたいな、てってるてってるみたいなおまけで、あー今日も楽しかったなーってブツブツ喋ってるところ、まあ終わるけど一本塗ろう。はい、ってことで介護カーのあれしてみました。はい、高評価とグッドボタン一緒だったはい、では以上、介護カーでした。最後は絶対こうあるめちゃくちゃ綺麗いい日とかも作る、うん、終わり。はい、でした。ではこの後は11時半からラジオとかがあるので、もうそろそろ配信終わりたいと思います。みんなありがとう、みんな見てくれてありがとう。 WBC の反省会お昼にしました。楽しかったですか？プロスピの侍ジャパンガチャかと思った。え、そうよね、始まったんよね、侍ジャパンウィークじゃなくて、なんかそれがちょっと見よ、開こう久しぶりに。はい、配信ありがとうございました、見てくれて。ちょっとランキング13位なお、12位ヨーコ、11位ツルル、高雪ツルル、え、この配信でやろうかな、プロスピ、高雪ツルル2号、10位エリアス、9位ライトニング98、8位オレンジフリースの大吉、7位タクゾ、6位ポッパやしまちゃん、5位マンキー、4位ヨーコ、3位青のり、2位なる、1位はスバル。ありがとうございます。じゃあ皆さん、本日も来てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。配信見てくれてありがとうございました。